おはようございます。のんびり経済学者のケンジです。今日のおすすめ銘柄は1743高圧工業です。今ですね、過去に紹介した銘柄をもう一度見直してみているところなんですけれども、この高圧工業さんですね、約半年ぐらい前に紹介します。ですがですね、相変わらず割安ですね。誰も注目しないようですね。はい、 PER は 10.81、 PBR は 0.34 です。割安ですね。そして配当利回りがですね 1.81% ですね。もうちょっと欲しいところですけれども、まあ 1.8% あるのでですね、いいと思います。はい、この高圧工業さんはですね、橋梁工事中心ですね。そして観光需が8割です。観光需が8割とほとんどが観光需ですので、かなり安定していていいと思いますね。九州が主らしいですけれども、まあ、九州にもですね、この橋梁工事というのはですね、橋ですね、橋のことです。この九州もですね、作り直したりですね、新しく架けないといけない橋とか、まだそういうのいっぱいありますので、これからもこの高圧工業さんですね、いいと思いますね。はい、PER と PBR の数字はですね、これはいつも言ってます通り今現在の数値ですので、この動画をですね、皆さんが見た時にはですね、また変わっている場合があると思います。この PER がですね、15倍を超えているようならば、もう投資するのは考えてみた方がいいと思いますね。PER がですね、10倍程度でしたら、買っておいて損はないと思います。はい、そういうことでですね、この高圧工業さん気になった方は買ってみてくださいね。はい、それでは今日ものんびりと参りましょう。